い、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、ラーメン長瀬智也、あ、違うわ、長瀬智也さんじゃないや、長瀬、茨城県古河市、すぐそこが4号ね。で、ここは何かな、何線だか分かりません。ググってきてください。で、向こうにね、ラーメン稲葉とか、もっと先にラン、たかちゃんラーメンっていうのありましたね。二郎系らしいです。すごく人気でね、まあここもまあまあですけど、人気で並んでました、開店前から。で、こっちね、あの三サロになってて、喫茶店の三サロじゃないよ、こっちにも道路があってね、交通量が多くて危ないです。駐車場はね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 台ぐらいかな。あのね、細麺だけどコシがあって、濃い色だけどさっぱりしたラーメンでした。中華そばしかないです。味噌ラーメンも担々麺もありません。はい、まあまあ美味しかったですね。まあまあなんつったらあれだけど、はい、ラーメン長瀬さん、ごちそうさまでした。終わり。